ガラタ岬アスパルホボは、ブルガリア北東部の都市、バルナの区。バルナの一部を構成する。バルナ湖を横切るアスパルホフ橋の南側の一角を、締め、アスパルホボ地区及び、ガラタ地区を含む。ガラタ地区には、ガラタ岬がある。アスパスホボの位置。向かって、右側に位置している、東側の海が、バルナ湾。そこから、西のバルナ湖へと伸びる入り江を挟んで、 北側の沿岸部には、バルナの中心部、アスパルホボクのある南側には、アスパルホボ地区とガラタ地区がある。両岸は、アスパルホフ橋で結ばれている。手前が、バルナ中心部、湾港から西へ、バルナ湖へと続く入り江が、わずかに見える。その対岸にあるのが、アスパルホボ地区である。2009年7月30日閲覧。ありがとうございます。